レッジ線の方に移動してあります。それもね、ご注意ください。ブースありますので、はい、ゆっくりとお進みください。やっぱりあんまり今まで誠実な人だったからね、どんな人だったかって見たい、本音を見たい。この度は一社会人として、人として決して手を出してはいけない薬物というものに自分の弱さゆえに負け、そして今このように世間の皆様を騒がし、多くの皆様にご迷惑をかけました。